セロハンを置くとこんな風にカラフルになって見えると。変更版を使った教材の紹介です。まず変更版ですね、重ねるとこちら2枚の変更版はそれぞれもともとこの状態ですね、この状態のものを片方だけ90度変更の向きですね、別々の変更版を同じ大きさにカットしたものです。本来この状態ですね、変更の向きがこの状態なんですけど、ここ傾けるとちょうど同じ大きさなので紛らわしいんですけど、この状態で光がこう遮断されるというそういう状態になります。でこれをガラス瓶の側面にそれぞれセットしますね、重ならないようにちょうどいい感じの大きさの瓶があったので、多少重なっても構わないんですけども、こういう状態になりますね。見る方向によって光が遮断されるところもあるということですね。でこの中にですね、セロハンで作った折り鶴、もうこれすでにツール折ってあるんですけど、結構ちっちゃいですね、瓶の大きさに合わせてセロハンで折り鶴、折り鶴でも風船でもいいんですけども、鶴の方が可愛いかなと思って鶴にしました。ね、でこのまま入れてもいいんですけど、高さ的に何か台になるものですね、ちょうど薬包紙があったので、薬包紙をこんな風にくしゃくしゃにしてですね、テープで、これは単にこう高さ調整でしかないんですけど、この状態にしておいて、瓶の底に紙の台をセットしてですね、あとはこのセロハンのつるを上に乗っけるだけです、ね、これはあと側面から観察するだけですね。側面の2枚の変更板がちょうど重なって見えるところですね、この暗くなっているところありますよね、その間にセロハンのつるがあるんですけども、ちょうどそのアングルでセロハンがこう虹のようにですね、こうカラフルになって観察できるというものです。背景が白だと見やすいんですけど、これ窓の外ですね、背景を、空を背景にして透過させてみても結構カラフルに見えたりなんかします。もちろんそのまま見てもですね、透明なんですけども、変更とこんな風にカラフルになって見えると。これはセロハンだけじゃなくて、プラスチックの容器ですとかね、スプーンですとか、そういったものでも同じような現象を観察することができます。